皆さん、いつもと違うでしょ、画角が。いつもと画角が違うでしょ。初めての祈願券いただきました。初めての祈願券いただきましたね。初めての祈願券いただきました。インスタ360でございます。X3 でございますね。というわけで、これをバイクに取り付けて走っていきたいと思います。入ってきてく。入ってきてね。あー、抜ける。抜ける抜ける抜ける。皆さんね、今ねちょっと軽く最初の映像を見たと思うんですけれども、見てください。これがインスタ 360X3 でございますね。こちらのね、この映像がもう半端じゃないんですよ。もう360度いけますし、しかも 5K 対応、全角でいけるんですよ。全角でこう今こうぐるーっと今、はい、やってみますよ。ぐるーっと、まあ、こんな感じでね、こんな感じで今こうぐるーっといけちゃうわけですよ。これを今度は今バイクに取り付けて走ってみたいと思いますね。というわけで、行きまーす。さあ、実際にね、今から走っていきたいと思いますね。いけるかなー、いけてんのかなー。よっしゃ、ヤニろっと。いや、企業案件中にヤニろうとすんな、お前。今ね、箱根タンパイク箱根っていうところにいまして、今そちらからの映像を撮りたいと思いますね。すごいでしょ、これ。こうやって今、全方向行けるわけですね。見てください、この天気。これも、普通のカメラじゃ伝わらない部分がインスタ360なら伝わるんですよね。こうやって今クリと並走してるんですよ。で、本来であれば僕はこう左に向いてやっと映せたんですよね。僕は前を向いたまま今クリの映像を終えるわけですよ。いや、こうやって今僕の視線もあるんですよ。後ろに映るクリも多分映りますよ。いきますよ、せーの。すごいでしょ、インスタ360すごいですよ、これ。いいね、これでね、ブンブンが前で走るっていう夢が叶ったね。そう、これで俺も前走れるで。しかも今これただ単に動画回してるだけなんですよ。で、はい、360度でこうやって撮れて、で、後で、あ、この部分どうだったかなとかって確認したいときはこちらのこのアプリね、このアプリを使えば一発で編集ができちゃうんですよね。なるほどね、そこに写真を組み込むってことですね。そういうことだぞ、なるほど。じゃあクリ写してあげるよ、ほら。いいの、皆さんこんにちは。もうインスタ360さんの何がすごいって、このエッチな、この結構セクシーなね、俺らの動画を見て、うん、俺らに企業案件をしようと思ってくれたことだよね。やっぱり本当にありがたい、本当にありがたいよ。俺らが狙っているところにピンポイントで刺さってる。そうそうそう、だからこう今日の動画はもうアナルとか言わないようにしないとね。もう終わりや。A few moments later. 全元ブロガーの方なら分かってくれると思うんですけど、カメラだとマウントとかすごい気にしなきゃいけないんですよ。この角度だとこれしか映んないとか。だけど360度だと多少適当にマウントしても全部映せるんですよね。それがガチで強みだと思いますよ、元ブロガーの方みんな。珍しくまともなこと言ってるやん。そう、ドライブレコーダーとかにもだからめちゃめちゃ向いてると思う、本当に。そう、ドライブレコーダーの代わりには絶対いけない。絶対いける、対応ですね、そう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 。で、今これ360度でバイク乗りながらの映像を撮ってますけど、このあとミーモードって言って下のマウントが映らないモードがあるんですよ。これがすごい、本当に360度だけど邪魔なものは排除されると。やばいよ。またこのね、ディルドの形がいい、これカメラのディルド型で本当じゃなくいいディルド型してる。映ってるぜ、くれ。いや、これ多分超絶かっこいい動画撮れてる、これ。そうね、えぐいと思う。いや、これちょっとメイン機をインスタに変えてもいいぐらいだな。ちょ、ここでね、今から入ってミーモードを試したいと思いますね。 A few moments later. はい、というわけで今ね、ミーモードにしてますね。今これ多分僕の手前の軸消えてると思うんですけど、見てください、これすごいでしょ、やばいね、これ。今からですね、クリの彼女になったらどういう風になるのかっていうのをこのインスタ360で撮ってみたいと思いますね。はい、ねえ、私たちこの後どこ行くの？言うな。これさ、クリがこう持った方がミーモードだから手繋いでるっぽいんじゃね。絶対クリが持った方がいいでしょ。こうそうそうそう、でもそれで手繋いでる感じになる。手繋いでる感じになる。うん、じゃあ行こう。うん、俺何って感じじゃん。だとしたら俺何よ。画角がさ、インスタ360半端じゃないから俺映っちゃうんだよ。
おい、映ってるぞ。映ってるわ。バチコリ映ってるわ。おい、じゃあ行くよ。じゃあこいつはね、まるちゃん。あ、まるちゃんね。360丸ね。そう、360ちゃん。じゃあ360ちゃんとのデートお願いしますわ。うん。おー、まるちゃん久しぶりー。じゃあ行こっか。久しぶりだね、こんな砂利道歩くの。くるちゃん、この後私たちどこ行くの？ちょっと待ってね、こっちおいで。こっちおいで。楽しい、くるちゃん。楽しい？楽しいよ。でしょ、声どうした？合わないし、なんか気持ちよくなってない？昨日合唱コンクールだったんだ。合唱コンクールか。そうなんだ。あれ、俺何歳と付き合ってるんだっけ？年齢詐称？まあいいや。俺犯罪、お前を愛するためだったら俺全然犯罪も手を染めるから。こっちおいで。あ、楽しい。あ、来た。着いた。幸せの噴水。あ、すっごい水だね。見て。すごい水。いいよね、これ。これが、今日のお前の、この後の姿だよ。私こんなに吹かないよ。ダダ漏れじゃねえかよ。恥ずかしい、やめて。キモすぎ、ちょっと待って、やめます。企業案件でもやる内容じゃねえよ、お前これ。お前360でわざわざ撮る映像じゃねえって企業案件なんだからお前企業にもうちょいあやかろうぜ俺らほら見て鯉と金魚の餌一袋100円だってうわ懐かしいな埼玉水族館埼玉水族館行った時さよくやってたよねねちょっと待ってこんなとこでお前やめろお前みんないいんだからチューしてるチューしてるやめろマジで本当にやめて、ね、俺そういうの結構さ疎いんだこれインスタ360だとこういうね映像も撮れますということでねちなみに俺目線こんな感じですデートしてる内容がこんな感じですインスタ360がすごすぎてすごい映像みたいになってるけどなんか変な人いるね早く行こうあ本当に360度カメラじゃんいやお前が移動してんじゃんお前が移動しちゃってんじゃんテレビだろねというわけでですねこれから僕らはインスタ360をバンバン使っていきたいと思いますねありがとうございますありがとうございましたありがとうございます企業案件ありがとうございましたまた何かありましたらよろしくお願いしますまた何かありましたらよろしくお願いしますねもう今日みたいな動画なら今日みたいな動画でいいならいくらでも撮りますんでよろしくお願いいたします